ニキシュアルトゥール、アルトゥルニキシュ1922年1月23日は、現在のハンガリー出身で、主にドイツで活躍した20世紀初期の大指揮者の一人。1855年、ハンガリー西部、レーベーニ近郊に、ハンガリー出身の父とモラビア出身の母のもと、生まれる。ウィーン音楽院で、バイオリンと作曲を学び、ウィーン宮廷歌劇場のバイオリン奏者として、 音楽活動を始める。1878年、式に転じライプツヒ歌劇場指揮者。1885年12月30日、ライプツヒゲヴァントハウス還元楽団を指揮して、ブルックナーの公共曲第7番の初演を行う。1895年、ライプツヒゲヴァントハウス還元楽団と、ベルリンフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者に就任。 亡くなるまで両楽団を指導する。リハルト・シュトラウスやマーラーの作品など同時代の楽曲の演奏も積極的に行った。また、チャイコフスキーの楽曲がドイツ・オーストリア系の作曲家の作品と同等の扱いで演奏されているのはニキシュの貢献によるものだと言われている。ニキシュの指揮はチャイコフスキー曰く魔術に没頭するような指揮であったらしい。彼の生み出す響きは 非常に神秘的な色彩を帯び、当時の作曲家たちは、自らの作品がその色に染まっていく様を、驚きを持って聞き入っていたという。1906年2月19日ライプツヒの、楽器制作会社ベルテイコールミニオンのスタジオにて1913年に、ベートーベンの運命公共曲を、ベルリンフィルと録音した。これが、ベルリンフィルの最初の録音とされている、アコースティック録音であり、 トスカニーニは、この録音について、私の知るキシュの演奏とは違うと語ったと言われている。ベルリンフィルトの数点の録音以外には、ロンドン交響楽団との録音やピアノ演奏が残されている。いずれも1904年から1921年の間の給吹き込みである。息子のミーチャニキ騎手はクラシックのピアニストであり、またジャズバンドのリーダーでもあったが、 1936年にナチの迫害を受けて自殺した。ありがとうございます。